どうですか？これ自分なんですよ。自分なんですよ。見えますか？皆さん。これあのフィッティングできなかったんでレディースモデル。自分ですか？自分で自分を。どれが一番気に入ってますか？自分で。自分のやつ。自分のやつ。でこのマリアさんに着せるやつ気に入ってますね。このワイルドタイツ。やっぱスタッフ一番人気の。こちらもそうですか？これあの展示会で皆さんに並べません。お配りするので。お配りしません。あ、タクちゃんもいます今日。おはよう。かわいいね。今日はあの大勢を追うっていう Vlog なの。そう。だから結構ちょっとアップ目で撮っとこうかなみたいな。大体アップ目がね。いいよね。よくないよ。そうだよね。よくね。やっぱね台あるとないとでちょっと違うね。フィギュアっぽい。フィギュアっぽい。どういう？どういう？なんか台に対して真ん中に立てそうですか？バランス強く。あの足をもうちょっと開いてもいいかも。はい。はい。OK。で一段足を下ろしてみてもらっていいですか？そう。でちょっとなんかその台で遊んでポージングを欲しいで。ちょっと入ります。はい。真剣モード。仕事してます。仕事してます。はい、真面目でしょ。うん。だいぶ。だいぶ。誰かなみたいな。誰かな。人変わったかな。誰かなやばい。オンオフがね。大事でしょ。うん。今日の調子はどうですか？めっちゃ最高ですよ。これ今日大勢の密着なんですよ。あ、僕の密着じゃないんですね。いや、変えようかなと思って。今から、うん、俺なんか変なおじさんみたいな。山口さんの密着に変更しようかな。そうなんです。Hit the dance floor. Don't work too hard, my break a backbone. Return to the Mac, the king is back though. Covenant cash, I never lack those. She saw the stone, you know how that go. Fatality, my diamonds that go. Just had to try to hit my back strong. Knock on the door, you got me back strong. I let girl blue eyes with a little bass. Get it for the thrill, I need a chaser. Wanna vibe and get away. Shimmy, shimmy, yeah, I got the semi-phone way. Don't step out the line like this, I'm on bait. You hit the line and try to locate.選定ですね。はい。お疲れ様でした。めっちゃ良かった。めっちゃ良かったね。本当に良かったね、うん。なんかもうビビった。語彙力すごいね。語彙力もめっちゃ良かった。めっちゃ良かった。もうね早く見たい。うん。今までとはまた違った。ね。これから石井ですね。石井です。ちょっと今日バタバタですけど。そんな時もあるよね。お手洗いよ。お手洗い？あ、今取るはずなのに。お手洗い。トイレまで大丈夫。お疲れ様でーす。終わりましたー。撮影朝の何時からやってたっけ？ 9時スタート。9時スタートで今9時40分。丸12時間ぐらい撮影しました。まあそれぐらい撮影しなきゃいけないブランドになったってことだよね。終わったし、まあ、撮影終わって事務所帰りたいと思います。ちょっと仕事終わらしてサウナ行こう。休もうか。やった後。お疲れ様です。今帰ってきてミーティングして終わって、まあ、
奪いつしました。今川拓さんと徹夜で仕事します。頑張ります。頑張ります。マジでいやーめっちゃルックいい感じになったんで本気で楽しみですね。いやよかったよね。ちょっと選びます。選定します。すき家頼みました。山かけ牛丼おろしポン酢鮭です。いただきます。1日2着以上になっちゃった。終わんない。終わんない。選定が終わんなすぎて今朝何ですか。6時ぐらい。6時ぐらい。6時前。眠すぎる。残り出して選定して6印刷して頑張ります。頑張りましょう。はい、お疲れ様です。展示会の準備です。撮影から急にピューンって飛んだと思うんですけど、今日から、明日からですね4日間展示会やるので、それの撮影準備を今からやります。今回の Vlog に関しては、そのサブレーションズの撮影からポップアップの設営までをちょっと Vlog にしてるので、その辺も見てもらえると嬉しいなと思います。よろしくお願いします。あ、OK です。これどっちがあるんですか。こっちが上。今回は寒色ゾーンと暖色ゾーンを分けております。鼻で笑って震えてた。オレンジ可愛くないですか。めちゃめちゃ可愛いです。推しです。私の胸、ね、私の胸。ハロー、こんにちは。こちらはですね、はい、私の Vlog です。あ、チャンネル変わります。お願いします。今日は、はい、明日からの展示会の準備しております。かわいい。そう、あの販売開始しました。もうありがたいございます。ありがたい限りで、もう完売してます。はい、一部完売が出てきていて、本当にいつもありがとうございます。明日、明後日、しあさって28日4日間あるんですけど、来ていただければと思います。ありがとうございます。ウェブで買った方も来てほしいですよね。普通にシンプルりょう、これ Vlog 今日公開したいって言ったら怒る。どのタイミングで編集せるということで、ちょっとこの後も作業するんですけど、よろしくお願いします。お願いします。はい、ちょっとさ、在庫整えたりしましょう。あと、はい、今帰ってきました。展示会準備が終わりましたね。21日から怒涛の展示会までの準備だったので、めちゃくちゃスタッフには負担はたくさんかけたんですけど、めちゃくちゃみんなが頑張ってくれたおかげで本当にうまくいきそうな気はしてます。本当に感謝しかないですね。なのでその分みんなにいろいろ恩返しできるように僕も頑張っていきたいなと思いました。ご来場いただける方、商品完売してるものもあるんですけど、中にはいつもここにいただいてる方に喜んでいただけるために頑張っていきますので、まあ4日間か頑張ります。今日は早めに寝たいと思います。ではおやすみなさい。また明日朝。おやすみ。おはようございます。一応最終準備です。もう最終にしてレイアウト変えます。どうするですか。ちょっと手前空きすぎてるんで、前方もう少し使えるように。今日は天気がいいですね。大勢のスタイリングはこんな感じですね。今日はセクファイブですね。セクファイブ全身です。セクファイブ全身、はい、首元にはケアズですね。はい、ブローチですね。ブローチです。今日も一日頑張りましょう。はい、1日目終わりました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。
金曜日なんですけど、割と来店が多くてびっくりしましたね。はい、一時並んだお客様もいらっしゃったと思うんですけど、お待ちいただきありがとうございました。今日本当に好評いただいたアイテムでいうとスウェットだったりとか、うん、まあ、ウール系が特に人気だったかなっていう印象です。中にはもう完売してきている商品もあるので、いや嬉しい限りですね。引き続き明日、明後日、明後日あると思うので目いっぱい頑張りたいと思います。本日もありがとうございました。ありがとうございました。じゃあまた明日。お疲れ様でした。お疲れ様でした。そんな整い中T シャツが仮なんですよ。生地はちょっとニアなんですけど、この辺の水とか色が馴染みます。でこれ多分パックティーになるんですよ。白とこの色物の T シャツあると思うんですけど、うん、白かける何々。はい、今日2日目始まって、午前の部はバイヤーさんだったりとか関係者の方限定のお時間になってて、もうちょっとで一般の方の入場が始まります。毎日ちょっと天気があんまり安定してないんですけど、今日も頑張りたいと思います。今日のスタイリング紹介します。じゃん、サブレーションズのセクション5のベスト、セクション5のコートで、セクション4のシャツとネクタイ、セクション4のパンツですね。セクション4とセクション5合わせてます。青系でまとめてみました。こんな感じです。今日も一日頑張りましょう。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れした。今日もありがとう。お疲れ様です。新宿3日目です。かなりみんな多分疲労が出てきてるんですけど、今日も気合を入れて頑張りたいと思います。日曜日さ、天気予報が雨だったんですけど、今日晴れたのでめちゃくちゃ嬉しいですね。みんなに会えるように整えました。そんな感じで今日も頑張りたいと思います。ありがとう。階段急だから気をつけてよ。はい、お疲れ様です。お疲れ様でした。はい、今日で最終日ですね。最終日まで来ました。ちょっともう体力が落ちてきて、昨日も寝れなくてクマがひどいんですけど、展示会4日間ありがたいことに天気に恵まれて、最終日も晴れでございます。この4日間本当にいろんなお客様が来ていただいたのと、なんかサブレーションズ自体が少しずつ認知度がね、ちょっとずつだけど上がってるのを実感しました。まあ、本当に僕の中で大事なブランドだし、絶対に大きくなりたいブランドだなって思ってるので、僕もこんだけ時間をかけたいなって思えるし、デザイナーのやってることが本当に素敵で、まあ人柄もなんですけどね、そうやって人が作るものづくりだったりとか、まあ完全に2人ではやってるんですけど、周りで支えてくれるみんながいてくれるか、ちょっと頑張ると思います。今日最終日ですが頑張りたいと思います。今日一日頑張りましょう。お疲れ様です。終わりました。すごくない、最終日のこのケータリングのなんかクランクアップ。はい、お疲れ様でした。皆さん、みんなお疲れ。お疲れ。終わりました。4日間のポップアップ終わりました。さあ、今から片付けをしなきゃいけないんですけども、片付けをして撤収作業します。ご来場いただいた方々ありがとうございました。搬入後ちょっと話しますので、また後で片付け頑張ります。みんな頑張るぞ。おいよしーだけやってくれた。よしーだけやってくれた。あ、こっちもやってた。イエイ、リリース軍団。はい、今帰ってきてお風呂入って、夜の2時ぐらいですね。展示会が終わって今からもう寝ようと思うところなんですけども、最終日を終えて感じたことですね。サブレーションズって割とね、まだまだ若手のブランドだし、今回多分過去一番の来場者様のご来店があって、今までちゃんとやってきてよかったなって思いましたし、ちゃんとものづくりしてきてよかったなって改めて思ったのと、中村がデザイナーなんですけど、デザイナーが妥協せずに作り上げてきている商品だからこそ、なんかみんな信頼を置いて
お金を出して買ってくれてるし、僕も自信を持ってプロモーションもできるなって思いました。で、本当に今回バイヤーさんだったりとかデザイナーさんとかたくさんご来店があって、その人たちがものづくりをしているプロの人たちが見ても、いいものを作ってるね、本当綺麗なことやってるね、クオリティの高いもの仕上がってるねってなんか言ってくれたことが、お世辞だったとしても僕からしたらなんかそれがお世辞に感じなかったぐらい深いことを言っていただけたので、引き続きサブレーションズが大きくなれるように頑張っていきたいなって思えた展示会でした。東京が終わったら次は名古屋なんですけど、名古屋ポップアップに向けて次は仕込んでいきたいなと思ってます。はい、今回はポップアップ密着と撮影の密着の動画になりました。今回もご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。大成でした。ありがとうございます。おやすみなさい。What can I say?